に聞いたの、そのユニバーサルミュージックのスタッフさんに聞いたんですよ。なんであの売り切れで落選してる人がいるのになんかまた券買えるようになってるんですかっていう風に聞いたの。そしたらなんかその支払い忘れの人とか、あとはなんかその支払い忘れの人がいたからまあかなって言っていたんですよね。別に追加はしてないっつって多分その人が合ってれば言ってることが。幕張だって、幕張の4部と8部が売れました。だがしかしちょっと残ってるみたいなので、その支払いしてない人がいたから、わざとかわざとじゃないかはわからないです。それはこんばんは、よろしく。ちょっと8部と4部は多分すぐ完売するので、4部456ん4ん私何部出るんだっけ、4部なんとか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 部、ちょっと分かんないけど多分4部からスタートだよね。なんでみんな4部買ってくれたの、なんで。なんかさ大体さ一番あこれガーってうるさいね、大体さ一番最初その朝方とかって売れないんですよ多分だけど、わかんない。みんなさ朝は眠いからとか言ってさ朝はちょっとみたいな感じで言うからさ、でもなんか今回4部、あ4678、そう今回4部なんか売れた、支払い3月18まで、それはあれかな2時じゃないかな、2時の2時受付の支払い、わかんない、なんでだろうね、1時で払わなかった人がいるとか。ありがとうございます、4部取ってくれた方、そして8部取ってくれた方、6部とん6部と7部がまだ残ってるので、カズリンチョスアットマークのたてここ、おお分かりやすいぞそれ、めっちゃいいやん。申し込んだのかいないのか、まあ申し込んだと思うけどね、うんうんうん、毎日バイバイに会いに来てるから、ほらここに。朝から会いたいってことは嬉しいです。最初の部はメンバーのテンションが一番高いとか高くないとか、うんそれはね人によるかもしれない。一番最初乗ってまだあの何の乗ってくるなんていうのこの序盤って人もいるし、次大阪8部完売しそう、したい、大阪ラストも完売したら嬉しいな。いや完売おめでとう、ありがとう。でもなんかまだねあの支払いしてない人がいるかいるかなんかで完売できてないんですよね、多分完売一回完売したんだけど、その後支払いしてない人がいるかなとかで、あれ全部取った、え好き、それは軽率に好き。4部行くの余裕なるほどね、ちーちゃんがね、ちーちゃんね、うん、こんばんはこんばんは、次こそはと思っていたところ、最終イベントだったらまずありがとう会探しますありがとう、こうこうありがとう、手形会も申し込んでくれたのありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございますって言おうとしたのにありがとうございましたって終わっちゃったみたいな、違うこれからこれから、うん、みずさんもありがとうございます、はじめましてかな、じゃあなんとか取れた、いやなんとか取ってもらわなきゃ困るよ、やめてみんな、油断して取らないで会えなくなったとかやめてね、それだけはやめて、私はだって待つしかできないからね、みんなのこと待つしかできないの、とりあえず待ってるから、
売り切れて行けなくなっちゃったとかはやめてね。行きたいと思ってくれてるのに行けなかったのはやめてほしい。だってさ、最後だから、最後だからとか言って寂しくなっちゃうよね、みんな。そうだよね。そうそうそう、寂しくさせたくはないんだけど、みんなのことを。でもさ、本当のこと言っちゃうと最後じゃん。こちとらみんなの顔見たいし、喋りたいの。そうじゃん、今日ホワイトデーですね。そうじゃん。私さ、いとこのパパにさ、ゴディバが好きな、あ、チョコレートが大好きなの、いとこのパパさんが。でいつも本当にお世話になってるから、バレンタインデーの時にあのゴディバのチョコレートあげたんですよ。そしたらゴディバ帰ってきました。だからゴディバのチョコレート食べました。リッチー、大阪7部までしかない。あ、そうなの全然分かってないの、やばいね。はい、ツインちゃんですよ。そうなの、今日ツインちゃん。支払い干した人おるやろうけど、多分ちょっとだけ、そうすぐなくなってくれねえ。ちーくん、ちーくんちゃんと言ってね。ちーくんだよってね。でもちーくんだよだけじゃもしかしたら分かんないかもしれないから、ちーくんのあの怠け者に、あの白のハートのだよみたいな、ショールームにいるよみたいな。でなんかこうやってさ、ショールームで見てるとお名前さ覚えてるけどさ、直接パッと言われた時に出るかさ不安でしょうがないんだよね。今日体斜めってるね。ちょっとカメラが斜めってんじゃない、ちょっとわかんないけど。やだ、斜めりたくない。あ、ターボヤッホー、こんばんは。ゆめちゃん、はるし、あ、はるし、こんばんは。完売ピースが読めない。そうですね、まだ支払ってないよ。ちゃんと支払えよ、それだけは、それだけは支払…あ、あの、いつきあれ見たよあの、プロフィールのさ、あそこ、なんか、ね、書いてくれて好きじゃんってなった。ギブさん、こんばんは。遊びに来たよ。あ、ドサンコありがとうございます。職場で絶叫、その声聞こえてきたわ、今日、千葉まで。あ、じゅんちゃん、こんばんは。ゴディバいいでしょ。そうなのよ、バレンタインデーキス歌うしかだよ。シャララララ、素敵にギーンララララ行きたいと思ってない。あ、そうなの。いや、全然無理しないで。え、こうやってショールームで話せるの嬉しいからさ。まあ、あとはワンチャンオンライントーク会があるから。昭和のペンだよ。ペンになったのついにペンになったのか。てかさ、ニキビできたんだよね。ニキビがで、どうして。私ストレスあるのかな。あ、寝不足だ、絶対寝不足だ。え、最近寝てなかったじゃん。うん、絶対それだ。ここにニキビできたので、こっちもニキビできたの、こことここ。はい、みんなやっぱ寝てください。ちゃんとちゃんと寝て、ちゃんと食べることじゃないと顔にニキビができます、本当に。あ、ビタミン足りてない。いや、それはそう、絶対そうだ。どうもこんばんは、僕です。僕ちゃん、こんばんは。やだニキビ見せる時の顔いや、左右非対称にできてるの、こことここ、やばくない。まあ、マスクっていうのはあるんだけどね、こことここ、こことここ口曲がりすぎ。ぐっすり寝てね。そうだよ。え、潰したくなる、わかる。私潰しちゃうんだよね、よくないのは知ってますけども、やっちゃいます。買い取ります、あげません、さすがに。え、同じところにニキビあるの。え、めっちゃ一緒やん。やっぱここマスクあるよね。ここにさ、ニキビできるのってマスクなのかな。やっぱここ、こことここ、ここにできた。あ、今ここでかっ、ニキビでかっ、やだ、って感じです。キャタ、こんばんは。ダイさん、こんばんは。丸猫さん、こんばんは。ニキビまでもが可愛いから大丈夫だよって、そんなことないよ。ニキビは可愛くない、ももちゃんが可愛い。あ、ももちゃん、あのさ、画像めっちゃ可愛い。本当に本当に可愛くて、めっちゃ本当に嬉しいの。あれ本当に可愛いの、本当に天才。
キレトレモン飲もう。そうだね、キレトレモンちょっと買ってこようかな。お金ないんだよねキレトレモンまあ買うお金はまああるいや それまああるけど、あるけどけどね、マスクとビタミン不足とまあ寝不足、体調は体調よ、うん、体調はよ、うん、そうだよね、待ってます。どうにか大阪の時に体調良いことを願って。見せる時こう口曲げてるの意味ある？あるよ、見やすいでしょ、ほらとか言って分かんない癖でやっちゃう。あいさちゃんこんばんは、ありがとう。渋谷は庭ね。まさやこんばんは。左の鼻が詰まってて変な声タイム中なの。左の鼻鼻の穴左の穴ってちょっと右左ね、なんで右は詰まってないの？そんなことある？なんか鼻ってだって1個しかないわけじゃん、結局さ鼻って1個なわけじゃん。でさ、あのさ2つさ右と左にあの鼻の穴というものがあるんですけれども、結局大元って1個じゃん。そんなさ片っぽだけさ詰まること あるか。うん、ともちゃんありがとう。ともちゃんも来てくれて、今日も天使とか言って、ともちゃんもね今日も天使ですよ、いつも優しいんだから。中旬、え、お久しぶり、めっちゃ久しぶりや。中旬元気だった？私はねニキビができたよ寝不足で多分。大阪で会えたら嬉しいけん、大阪で会えましょう。お酒でニキビできるの？初耳や。でもなんか交互に使うらしいよ交互に使えないでしょ、交互に。私さすがにウィンクしちゃったもう顔のコントロール効かないわ。350日渋谷にいる。もう渋谷それ住んでるね、家だよ家。あ、別多数ありがとう。ハチキスで止めてるのかってくらい鼻の穴小さいね。でしょ、私ごめん、マジでごめんなさい。あのそう、あの私ね2メートル充電器なくしたのね。なんか多分誰かが持って帰っちゃった。私の充電器、あの誰か持って帰ってないですかね、あのメンバーの誰か多分持って帰っちゃってて、で私昨日 1メートルの充電器をまた買ったんです、コンビニで。コンビニでまた買ったの。なのにその充電器も多分またなんかどっか置いてきて、どこやったか分かんないで、今これはあるの、これあって充電したいんだけど届かないさすがに。だからあの今日は充電 20% であのショールームやろうって決めてます。頑張ります。次 10% で止まるのでよろしくお願いします。え、なんかコンビニで買うしかなかったのもさ、昨日夜のさ23時過ぎに帰ってきて家に。でもなんか電気屋さんとかやってないじゃん。いやだからさ、そうコンビニで買うしかなくて、で、あのママさんがちょっとお金くれて優しい、買いました。今これしかない、これしか持ってない、この短いやつしか持ってない。ドンキとかないもん近くに、多分私が行ける距離にはない。私が行ける距離は徒歩10分圏内しか無理だからコンビニしかない。短いでしょ。そう10分しかダメ。チャリは？そうだね、チャリ、うん。でもさ、だってさ夜のさ昨日結局11時50分ぐらいにコンビニ行ったんだけど、やっぱ怖いじゃん、なんか人いないし車いないし怖いじゃん、なんかさすがに一人で出歩くのはその時間に。だからそれはチャリ使った。チャリ使えばさ、なんか追いかけられない気がする、不審者に。なんか
無敵になれたみたいな気持ちになる。だからチャリ使ってみた。チャリで来た。コンビニチャリで来た。松木よ、松木よないかも。そう、充電器を挿すと充電されます。車はそう出してくれないよ。行っといでって感じ。これ神話のアバターだよ。かわいい。何それ、そんなのあるの。チャリできた。マジゆめちゃん、不審者に追いかけられたとしたらどうしようかな。そんなことある？追いかける？不審者やだわ、どうしよう。もし自転車乗ってて相手が走って追いかけてきたら逃げ切れるかな。逃げ無理か。めっちゃ足速いかもしんないもんね。私自転車苦手なの。あのね、自転車が下手くそなんですよ私って。そうだから自転車が本当に遅くて、走った方が早いんじゃないっていうぐらい遅いんですよ私自転車漕ぐの。苦手なの自転車漕ぐのが。だからもしかしたらダメかも。ダメかもしれない。あ、誰かじゃあ馬娘流してくれる？そしたら私もしかしたらめっちゃ早く自転車漕げるかもしれない。ドキュンドキュン走り自信。こんばんちゃ、アギドこんばんちゃ。やむなん。セグウェイ、セグウェイってなんだっけ。サブウェイしかわかんないわ。セグウェイはあの名前は知ってるんだけど、想像しようとするとサブウェイが出てくる。やばい、ギア10でこいだる。逆にギア1かもしんないよ、めっちゃこいでん。ギア1でさめっちゃこいでん、全然進まん。電動自転車乗ったことないやん。自転車のベルめっちゃ鳴らせば。チリンチリン、立ってるだけで動くやつ。あ、こうやってやるやつ。原付免許取ろう。やだ、絶対絶対事故るもん私は。事故だよ。ギアなしのチャリ乗ってそう。いやもちろん私ギアありのチャリ乗ったことない。ギアついてるチャリ、あの友達の借りたことあるぐらいかな。なんか小学生の時とかに友達がギア付きのチャリを乗っていて、で、あのちょっと貸してって言って交換庫した自転車で乗ったけど、私には向いてなかった。進まない、ギアついてると。だからやめた。一生乗ってない、それから。三輪車、あ、三輪車はちょっとだけできた、小学生の時ね。小学生の時ね。車の運転、それだけは私にやらせない方がいいと思う。本当に危ないよ、絶対絶対事故だよ。なんか友達でね、運転できる子とか結構いるのね。高校時代仲良かった子、よく私がねそのショールームとかで前話してた子なんだけど、その子とかは運転できるから、それで何よくドライブとか行ったりしてるんだよ。私は行ってないんだよね。私は行ってないんだけど、その子が他の友達とかとドライブとか行ってて、でそれを見てすっげーって思ってる。なんか別世界みたい。だってさ、同い年の子が車運転してるのがなんかもう信じられないの。別世界よ私からしたら。一輪車ね、一輪車もうちょっと笑っちゃった。さすがになんかさ、道路一輪車で走ってる人いたらもうさすがに珍百景だよね。投稿します、珍百景に。免許取って3回目の運転したけど、いやまだ怖いよ絶対。3回目ドキドキ。
マリカーの免許、私マリカーもさあんまさこう DS はやったことあるんだけどね、こっちの DS の時はやったことあるけど、こっちのマリカーやったことなくて、あのゲームセンターとかにあるやつだからハンドル自体こうやってやったことないんですよ。だからもう怖い。年下のレバイク乗ってますよ。マジっすか先輩。夜道歩いてるときは電話してるふりをして歩くといいらしいよ。そうする、絶対そうしよう。最近頭文字 D を見始めた。何それ、頭文字で合ってる？図文字なんて読むんだろう。頭文字。大丈夫、私めちゃくちゃ自転車下手くそだけど。分かる、自転車下手なの。私も車運転できた。そっか、あやば、頭文字だった。さすがに頭は出てこん、頭は出てこんよ。そりゃ頭文字か、頭文字 D？ 頭文字イニシャル D？ 何それ、漫画？漫画か。電話してても話できるけどな。私すごい電話好きなの。電話しよう、みんな電話会ないけどあのビデオ通話的なのならあるからさ、オンライントーク会っていうものがあるからさ、どうどう。じゃあ話し始めるとさ、電話するじゃん。でなんかまあ1時間ぐらいって思うじゃん、せめてね。なんか全然3時間とかさ4時間とかいっちゃうんだよね、電話すると。生で会いてえなって方はリアル個別トーク会がね、はい、ありますので。急に告知、はい、オンラインで電話ごっこするか。いいよ、しよう。長電話好き、え、めちゃくちゃわかる。女の子長電話好きだよね。てか長話好きだよね。てか長話になっちゃうんだよね、なんか止まんないのお話が。ぶっちゃんさんと熱い電話しちゃったハートだって。なんだ何について語ってんのそれ、私についてかしら、そうじゃないかしら。ある意味卒業後は長時間配信できそうじゃない、どうだか。もしかしたら超引きこもりになってるかもしれない。そんなことは嫌だけど、やだ。ちゃんとね、ちゃんと外に出たい。ヒーロこんばんは。気づいたら朝になってるよ、電話してたら。電話で話すの苦手。そうなの、どうして。でもまあ電話緊張、慣れてないと緊張するっていうのあるかもね。ユピットの皆さんとしますって可愛い。30分のつもりがそう3時間。女の子なので長電話してください。男の子でしょ。実際やけど？やけどしました？何の話？あ、待ってゆず来た。何？ゆず。ゆず来るくせにさ、配信には映ってくんないんだよね。なんか一応入れてあげる部屋に。はい、入って。えい。バイメさんの話9割1割世間話。やったー、もうそれはもう嬉しい。引きこもるなら配信できる。引きこもる方が逆にさ忙しいよ私多分。もういっぱい見なきゃいけない。ネットフリックスと TVer とAmazon プライムと Hulu と録画のテレビと YouTube と TikTok と見なきゃいけないの。忙しいよ、とっても忙しいやー。ゆずあっちにいる。そう、動画見るの大好き。あとは自分のカメラフォルダずっと見てる。あのなん動画
動画をずっと見てる。特にさ、自分あのアイドルやってるじゃないですか。だからあのレッスン動画とかいっぱいあるのよ、携帯に。そのレッスン動画とかをずっと見てる。シハニーフラグ見たよ、昨日見ました、見ました、可愛いって言ってる。ありがとう、リョウメタル、ありがとう。リョウメタル会いに来るでしょ、さすがに現場来るよね、現場は来るでしょ。さあ、忙しい、夜中動画ばかり見てる、ワイメ動画ばかり見てる。それです、マジでそれです。どっかで今度3時間電話しようって言ってきたの、約束守ってよね。ってことはオンライントーク会3時間ですかね3時間かな。過去に撮ったラスアイの動画見てた。あ、ライブ、もしかしてライブでなんかカメラ撮影していいよとかのやつかな。アイドルやってるじゃないですか。そうそう、アイドルやってるじゃないですか。腰痛くてちょっと現場は。え、それガチで言ってる？どっち？ふざけ？ガチ？どっち？え、ガチで来ない？来る？って言って来るって言って。これって女の子に見えてる？うん、見えてない、男の子に見えてるよ、ボーイ。あ、くすぐったい、やめて、今足の裏噛まれそうになった。いやくすぐったい、やめて。オンライン3時間ゆめちゃんの前でも叫んだことないのにバラしたらあかん。何を叫ん、え、やけど、ガチのやけどの話、本当にやけどしたってこと今。それは冷やしな、私さ、やけどしてさ、まあ、このくらい大丈夫でしょうって言って冷やさないことがほとんどなんですけど、痛い、冷やさないと、言っとくわ、痛い痛いです。ふざけだよね、よかった、よ、安心したよ。前髪あのいっぱい切ってきていいよ、また。せっかもあのちょんまげ、前髪上げてきたらどうかな。そしたら新しいあだ名つけてあげる。3時間やばいなとか言ってラストアイドルとともにタグで毎日動画アップしてます。あ、そうなの、ありがとう、ラストアイドルの宣伝してくれてんじゃん、宣伝活動。僕も腰が痛いのね。いや、嘘なの？ん？待って、どこが嘘なの？腰が本当かな？でも大阪行くよって話？ありがとう。腰大事にね、あの辛かったらあの全然長時間あの現場いなくても、なんか夜だけとか昼だけとか。昭和のちょんまげ？いや、ありえるよ、ありえるよそれ。ゆずに噛まれるのとやけど、やけど。ゆず、あの、やめて。ちょっと、段ボールの中頭突っ込んでるけど。よかったよかった。出てきた出てきた。あれ、はい。もう一回入るの？やだやだやだ。ゆず。あ、やばい。入っちゃう。出てきて。え、よかったよかった。出てきた。やけどしてないんか。してないんか。いや、してないんか。俺らがリアル行ったらやけどするぜ。なんのや、私がやけどさせちゃう。顔突っ込むの、顔突っ込むのよ、すぐ。あだ名欲しい、ともちゃんにあだ名欲しい。私あだ名つけるのさ出てこないんだよ、全然浮かばないの、あだ名。だからマジやばいかも、どうしよう、待って。私もね、みんなにあだ名とかつけてあげたいの、でもあだ名出てこない、どうしたらいいかな。大丈夫、任せて、頑張ってみよう。大阪ぶっ飛びたい、大阪ぶっ飛んじゃう、やっちゃう。あーちっち、バイメはいつからバイメなの、バイメはいつからバイメか。そうだね、バイメはうーん、い
つだろう、青春トレインぐらいかな、やっぱ夢なの。え、なに、腰痛い、大丈夫、みんな腰痛いね、なんかみんな腰痛いけど大丈夫、大丈夫そう。え、私今あだ名思いついたよ、でもいつ言う。いや、みんなほら、みんな求めちゃうからあだ名つけてほしいって。そうだよ、大場さん持ち上、東京ドーム1個分ぐらいあるので大阪検討してます。了解しました、ちょっとその検討いい方に行きますようにって願ってます。嬉しい、モチベ東京ドームだって、めっちゃでかい、最高最高。年寄りばっかって言われてるよ、そんなことない、みんな元気でキャピキャピなんだから。ユーピット、ユーピ腰大丈夫、一応心配だな、ちょっとなんか大丈夫、大丈夫だよね、みんな元気だよね、みんな腰痛いとか言って、やめてよ、腰痛いから行けませんとか言って、会いに行けません。ゆずいたずらしてるな、あだ名つけてほしい。いつきはいっちゃんだ、いっちゃん、みずちゃん、みずちゃんも分かった、頑張ってみる。肘、膝か、これ膝、肘、みんな痛いね、体ね、みんなキャピキャピでいこう。バイメと同いでしたけど腰痛い、なんで腰痛いの。私膝痛くなったことはある、一時期。やだやだ、ゆずゆずやだやだやだ、ゆずやだ、ゆずやだやだやだ、ゆずやめてお願い、ゆず、ゆずやめてお願い、お願いやめて、はあ、お願い、セーフ。本当にいたずらっ子、今さ、私がさ綺麗にさ並べてるラスアイのさ、あのコーナーがあるの、ラスアイコーナーの棚をね、棚にね、こうやって前足かけてね、立ち上がってね、あれ倒されたら終わり。やだやだやだ、ちょっと待って待って待って、ゆず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 、ちょっと待って、ゆず、よし、ちょっとなんかも、あの物投げたらそっちにね、え、なになにって行くから、ちょっと物投げてみました、なんとか気を、ゆずお願い、ゆずちょっとこっち来て、こっち来て、え、やばい、そう、棚じゃんしてる、棚じゃん、違う違う、柵じゃんじゃないよ、棚じゃんしてる今、こうやって、あのここにこうやって、マサイ族やめなさい、ここの現場マサイ禁止って言われたでしょ、出禁になるよ、必殺、これで、これでゆずをね、こっちにね導きます。現場草ここの現場はねマサイ禁止だから、出禁だよ、出禁、やった人、おいでー、おいでー、こっちおいでー、ルールを守って楽しみましょう。あ、来た、いいね、流れ星でマサイしました、すいません、最高やん、私もやりたい私もやる側に行きたいな、マサイ、マサイさん、やったことない、私はあのどちらかというと地蔵だったので、静かにライブを楽しむ方の女の子だったので、コールとかしないし、マサイとかしないし、あのもうやらない、ただひたすら静かにペンライトこうやってやって見てた人。そうなの、でもね、それは楽しんでないんじゃないんだよ、私は
一生懸命見てるの、目に焼き付けてる。そっちタイプの、あの楽しむ人。真顔で。野菜で暴れたことないなって静かに見てる。どっちの楽しみもありだよ本当に。一緒になってワイワイ振り付けやったりするのもありだし、一緒になって、まあ、コールができるね時代だったらコールで一緒に盛り上がるもありだし、あとはまあ静かにね、自分は静かに見たよって人もいるから、そういう人はねそういう楽しみ方もいいしね。本当に怖いゆずちゃん。前の人がマサイしてたらさすがに、さすがにね、そういう現場だったらいいよ。そういう現場だったら、ただなんかラスアイ現場はそうじゃないからさ、多分ダメだよね、禁止だよね、ラスアイ現場。対バンとかだったら別だと思うけど、対バンとかだったらよくあったりするけど、私がさすごくなんていうの、記憶にあるのが、で記憶にあるっていうか、まあ、映像に残ってるから記憶にあるんですけど、あマサイっていうのはなんか柵とかにあるじゃん、柵とかなんかここ棒みたいなのがよくお客さんが見てるところに、それにこうやってビョンビョンってジャンプしてんの、それがマサイなんだけど、マサイ族さんなんですけど、それでまあその話をちょっと置いといて、でなんか私のお気に入りのねライブ動画があって、青春トレイン時代にやった夜ライじゃないか、あれはキースタはキースタだったんだけど、キースタでやった対バンライブがあって、まあラスアイも出演させていただいて、で他のアイドルさんも出演してるみたいな、なんか対バンをやったんですよキースタで。でそこに出演させてもらって、でそこで私とミーナとホノで3人で鼓動の理由をやったのね。でその時がラスアイ現場ではないんですよ、ラスアイ現場ではなんていうの、ラスアイ現場だけど対バンだからラスアイだけの現場じゃないの、なんか他のアイドルさんとかもいる、なんかそういう対バンライブだったから、ジャンプとかオッケーみたいな感じだったんですよ。でなんか普段だったら夜ライって席あるじゃん、一人一つずつお椅子があるんですけど、その椅子もなくて全員スタンディングの状態でキースタでやったことがあるのね。ぎゅうぎゅう、結構ぎゅうぎゅうに詰まっててお客さんがっていう状態でキースタでやった時に、何鼓動の理由で、その時代はコロナ前だったので、そうコロナ前でぎゅうぎゅう状態 OK だし声出しも OK だったから、めっちゃキースタでなんか僕のツーバーサーはってやったらさ、ファンの人たちがウィー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 ってこうやっていっぱいみんなジャンプしてんの、ジャンプしながらはいせーのとか言ってジャンプジャンプジャンプってしてんのね。でその動画を私は持ってて、それがすっごいお気に入りなので、ラスサビになったら盛り上がってジャンプするの、みんなジャンプが高くなったりするんだけど、それがめっちゃ好きで未だに見てる。めっちゃ可愛いの、みんなジャンプするの、ラスサビになったらもう一緒に盛り上がってジャンプしてくれるの、可愛いのすごく。その現場楽しそうでしょ。そう、それはそれでめっちゃ楽しいんですよ。そう、動画くれって、動画見せたいみんなに。てか私もほんとコロナ前のあの動画ほんとにいっぱい見てて、でなんか3
違う3周年ん違う2周年、2周年コンサートとかもあの好き好きの動画とか持ってるんですけど、あの好き好きとかもやっぱり掛け声がすごいんですよ。それすっごい見る。やっぱファンの人のね、あの声援を受けながらやるパフォーマンスってなんかこうめっちゃ熱入るんですよね。はいせーのの言い方ね、うん、そうちょっと真似してる。はいせーの、ジャンプ腰くるけど腰くるのか、やってみたかったね。ちょっとねコロナが収まってあの声出し OK の現場がまた早く復活したらね、その低い声真似めっちゃ好き。マジですか、いろんなのやっちゃう。そしたらキャラブレ、こんにちはマサイ、ダミ声でしょ。そうなの、みんなダミ声作るでしょ。はいせーのの時、はいせーのじゃないの、はいせーのってこうやってやるの。ちょっとなにゃんちゅうになりそう。もうちょっとでやったーってやつ真似してほしい。流れ星流れた時ね、背の低い女性困るね。いやそういう時はあの女性優先エリアとか作ってね、女性の方こっちです、男性の方こっちですってやったらとってもいいと思う。ドレス着で破壊？破壊したい？どういうこと？どこで破壊されるの？あ、はいせーのーって、あ超声でかかった。はい、きたきた 10% 10% になりました。あ、え崩壊？感じできないんですよ。破壊かと思った、崩壊したいね。なるほどね、トシヤが崩壊したいのね。はい、 10% のお知らせ、ゆめしの充電あと 10% です。ゆずちゃん、段ボール噛むのやめてください。あ、噛みちぎって捨てるのもやめてください。やめて、やめて、噛みちぎって口の中に入れて口から出して飛ばすのやめてください。今やってる、噛みちぎって一回口に入れてそれをペッてやってる。最悪。ねえゆずやだって、やだ、顎に段ボールついてるし、やだ。俺 58% だぜ、すごいやん、すごいやん。え今何分ですか今、ちなみに48分。わっもうそんな時間。ねえやだ、ちょっと私メールモバメ送りたいからさ、そろそろさ切らなきゃいけないな。今急いで送ればね間に合うの、今急げば間に合うよ。コッシー、コッシーおめでとうございます、大学卒業だって。じゃあ20 22 3、ちょっと何歳かわかんないんだけど、あはそうだよね、そうだよね、もっと話したいよね。だって今日私なんかほら元気だもん、私今日元気なの、すごい今日元気だから。昨日とはまるで違う、昨日じゃないか、おつい一昨日くらいがちょっと元気なかったね、ちょっと疲れちゃってたね。一個上、じゃあ23の代ですね、23か。私さ大学も専門学校も行ってないからさ、大学生が何歳がご卒業とか分かんないんだよね、専門が何歳。今日は楽しかった、一日レッスンしたの、レッスン8時間してた、楽しかった。この前木だったから今日は何だろう、そういう系でいいかな、じゃあそういう系でいきます。昨日は寝れてない、昨日もね3時間ぐらい、毎日そんくらいしか寝れてない。でも今日は寝れるから今日寝るね、今日ぐっすり寝れます、やっとやっと寝れる。一昨日のゆめちゃんマジで疲れてた。なんかねみんなから心配の DM 来たんだよね、なんか
心配してくれて、なんかめっちゃ疲れてたみたいな、配信めっちゃ疲れてたよみたいな言われて、でも確かに私もめっちゃ疲れてたの、本当に疲れてて、わかる、それがすごくわかった、自分でもわかった。なんか元気ある時はすごいこうやってスラスラ口が動くの、だしなんかほら顔色がいいじゃん、あの日さ顔色めっちゃ悪かったの、なんかどんよりしちゃって、でなんかみんなのこのショールームのね文字とかもなんかこう暗く見えちゃって、そう、ちょっと今日元気だからさ長時間配信できてよかった、この間ちょっと短めで切っちゃったけど、くっさ、あ、くしゃみ出そう、やだやだ、ちょっと充電器噛まない、ん、ランちゃんリアルトークか行く、え、幕張、ランちゃん、え、炎の生誕行くの、絶対行くでしょ、絶対行くでしょ、知ってる知ってる、ありがとう、報告しに来てくれたの、ショールームに、早く寝るわ、午前3時当たり、やっぱね私のファンの方はよく分かってますよ私のこと、最近早起きなの、そう夜寝れないし、また夜か朝か分からん時間に、え、 DM 待ってます、もちろん見ます、送っていつでも、あ、そうくしゃみ、そう収まった、止まったってやって、残り何、おやすみなさい、シワのピン、おやすみ、くしゃみ止まって、これで止まった、俺も大阪飛んじゃうよ、さすが、本当にありがとう、本当にありがとう、マジで、あの分かってる、新幹線とかさ夜行バスとかさ大変だしお金かかるの分かってる、だから本当にありがとう、うーん、ありがたいです、生誕行くに決まってるってそうだよね、行くに決まってるよね、分かってたいいやいいや、楽しんでね、生誕、ほのちとね、あれだよ、あのしばらく LINE、 しばらくじゃない、しばらくか、しばらく連絡取ってなかったんだけど、つい2日前くらいかな、3日前くらいかなに、あの夜中にほのから電話来て、そこで久しぶりに話したんだよね、で LINE した、昨日は LINE してた、ずっと、そう、なんか今そうラスアイどんな感じなんみたいな感じで、今ねこんな感じでね活動頑張ってんだよって言って LINE でお話しして、俺の DM 眠い時はスルーしていいよ、あ、全然スルーしないから大丈夫、大阪泳いじゃうよ大尊敬シャネル、あ、ありがとう、今来たよ、ありがとう、いつも DM 見てますよ、えんやで、だってありがとう、本当にリアル撮ったぞ、さすが牛タン、うん、さすがや、来てくれてありがとうだ、レンタカーで乗り込む予定です、どこから、どこから、待って待って、今何分、これさ私おやめ遅れないね、ちょっと今配信来てく、あの来て来れてないファンの人にはちょっと申し訳ないんだけど、どうしよう、申し訳ないよ本当に、今54だって、あ、寂しいって言われる、やっぱり寂しいよ言われちゃうかも、絶対明日メールするから、明日メールする、 DM もちろん届いてます、散歩がてら散歩がてらにリアルトーク、いいやん、フレンドリーだね、夜中にいきなりさほのから電話が来た、文字足りなかった、あ、てんちゃんいたの、あ、てんちゃん、やっほー、てんちゃん、てんちゃんさ、イベント申し込んだ、そろそろ正体教えて、気になる、そう、語呂悪い、もうそういう時は自信満々に切る
そう、今日もおばんめくれたから。短いじゃん、だって短かったでしょ。そう、よろしく。で、私さ、イベントの告知が本当に苦手なんです、昔からね。本当これデビューした時からすごく苦手で、でもなんか最後じゃん、最後だからさ、うるさいなって思うぐらい言うかもしれない、わからない、うるさいかどうかわからないけど、今日もツイッターでも言ったし、インスタでも告知したし、ショールームでも告知した。よくできました。みんなも告知協力してほしい。ね、そう、可愛い画像とか作ってくれるファンの人がいて、見た？ツイート。めっちゃ可愛いよね。可愛いでしょ。ぜひリツイートとかして告知一緒にしてくれたら嬉しいでございます。そうなのよ、そう、告知の画像めっちゃ可愛い、ほんとに可愛いの。見て、みんな見てね。え、作っちゃおっかなって、作っちゃって、え、作ってほしいですね。みんなセンスいいよ、ほんとに。ワテも作る画像って可愛い、ありがとね。夜勤中なんで挨拶だけです。早ほく、ありがとう。頑張ってね、お仕事。夜遅くまでお疲れ様。そう、みんなぜひ一緒に拡散してください。レッツ。あ、そろそろ配信切れるかもしれないので、ちょっとギフトくださった方の名前とランキング読みますね。はい、あ、ケイ、カメさん、つばさ、ぶっちゃん、なかしゅん、つよし、ギフトありがとうございました。そしてランキングも読みます。はい、13位、げんぞうさん、12位、ゆい、11位、あーさ、10位、かめさん、9位、じゅんちゃん、8位、けすけ、7位、つよし、6位、けい、5位、ぶっちゃん、4位、あおだま、3位、ゆうえち、じゅってなんだろう、2位、ばばさん、1位、つばさん、ありがとうございました。おめでとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとう。え、そう、ガチでテンション高いでしょ。そう、ノリノリ、なんかもうノリノリ。別になんかそう元気があるってわけじゃない、眠い眠いよ、眠いし、8時間踊ってきたからさ、さすがにね、体も疲れてる。だけど多分アドレナリン出てるんだわ、今日たくさん踊ったから。ノリノリマサノリ、ノリ巻き、今日ノリ巻き食べた、かんぴょう巻き。そう、元気になる？あ、よかった、よかった、ございます。これからが絶好調の時間じゃないの？もちろんだよ、これからだよ。バユメは、バユメの、バユメの時間はこれからだから、楽しむわこれから動画をいっぱい見ます。夜中に動画見て一人で楽しい。ね、そろそろ配信切れそう、やだ。このまま配信切れるのが一番気まずい。ということで、今日は楽しくおしゃべりできてすごく良かったです。この間は疲れててすいませんでした。そういう日もあります、毎日やってるから。だから疲れてる時はこんな感じですが、元気な時はこんな感じに歌っちゃいます。ありがとうございました。今日元気だから、みんな DM 送ってもいいし、インスタアットマークつけてストーリー載せてもいいし、ハッシュタグおばゆめってなんかしてもいいし、全部見に行きます。めっちゃ元気だから。お風呂で寝ちゃうかも、でも眠たいかも。待ってます。またね、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうね。